まあ年越しそばですね。おそば、漬物、温泉卵で、これはケンタッキーのエビのプリプリのやつを買ってきました。では食べます。美人はじゃがいもですね。あー、あっという間にお味噌から、忘れてた。また油で落ちた。ご飯プラス。さて、お年玉っていうのはね、いつまであげるべきなのかな、何歳ぐらいまで。成人した大人に会えるってのもどうなのかな。もらう方が嬉しいでしょうけどね。では、エビのプリプリ、ちゃんと引きよ。行ってみよう。まずこのままね、何もつけずに。なるほど。うまいな。タルタルソースもね、ついてくるんですよ。では、タルタルを乗せてもう一口。こっちのうまいわ。このタルタルうまいな。最近病院のね、トイレの張り紙にトイレットペーパーを持って帰らないでくださいと、持って帰る行為は犯罪ですって書いてあるんですけど、トイレットペーパーなんか持って帰る人いるんですね。あの、そんな1個2個持って帰っても大したことないのにな。これうまい、マジうまい。ヘビ。というよりも、タルタルソースがうまいのか。このね、タルタルソースをね、うまく作れないんだよな。同じでもね、できたらいいんですけど。
通りの前でね、っていうかもうだいぶ昔の話だな。当時のトイレはトイレットペーパーがセットされてないんですよ。紙は不思議や表にある自動販売機で買えって言うで100円入れてガシャンって押すとポトンって出てくるんですけども、その時そこに若いお兄さんがね見てムズムズして出てガシャンガシャンって言うそのたんびにお金が落ちてくるんですよ。そのお金を認識できないですよね、機械の方が。ガシャン、ガシャン。お兄さん別に100円持ってないみたいだから、もう、不審になって、もうお前、これはかなりきそうだなと思って、俺の持ってたティッシュを、どうぞ、使ってください。みたいな感じで言ったんですよ。ありがとうございますって言って、トイレバーン書き込んで、じゃあな。みたいな感じでね、いいことしちゃいましたよ。ここらで温泉卵行きます。でも、そこから年越しそばっていうのがやり始めたんでしょうね。江戸時代入ってくれるかな。まあ当時とは食事の内容とは全然違うでしょうけど、昔のおせちっていうのは食べ物やね、魚や肉やなりが個人商店で食べ物を買わなければ物は手に入らなかったわけですよ、僕らの子供の時はね。だからあらかじめ食料を買い込んで料理にしてお重に詰めて三が日はそれで過ごそうということみたいですよね。松本先生の変なこと思い出したよ。小学校2年の時も鮮烈に覚えてるんですけども、なぜかその日はねパンツを履かずにジーパン履いてたんですよ。で風呂に入るかと思ってジーパン下げたら、ジーパンのチャックを押し上げたら、これ剥がして噛み合うでしょうかって金具と金具がそこにチンコの皮を挟んじゃったもんだから、ピューってやって動かれもらって痛ぇってなって、
이제 남을 먹고 있었는데 그리고 돌리나인 짓이요. 뭐 몇 킬로 났지 하와인 쪽에 있고 돌리나인과 저거 진짜 아마 그 남이 내손 짓이요. 돌리나인 와 저거 있지니 하수 기자 신호가 뭐 소소소요 시자면 이제 救急車 요거 가마지 강아지자시죠. 마 사이와 요가 무신이 스폰 저 분위기에 조회자인데 잠시까지 마시고요. 아 너무나만에 조회자에 좀 와 있으시네. パンツには醤油こんのもあるんですね。初めて知りましたよ。もう二度としないけど。プリプリエビっていうのはエビフライなんですけども、タルタルソースがめちゃくちゃうまいということが分かりました。これ季節限定かな。この朝日ドライゼロビールに近い味ですね。まあ、飲んで酔っ払うことは全然ないんです。当たり前の話なんですけども、こういうのがないとなかなか禁止できないなと思ってね。うめえ。卵いきます。うめえ。あ、皆さん紅白見ます？紅白じゃありません。それに対抗してプレスとか格闘技やるでしょ。あっちも捨てるじゃないなと思ってね。ああ、麺もうまいけど、そば、うどんもうまいですよね。まあ、毎日食べるとしたらお米かな。ああ皆さんも僕みたいにならないように健康管理しっかりしてください。本当にね、食べただけで咳込むなんてもう大変ですよ。はい、それでは新しい新年カウントダウンに向け令和2年を迎えましょう。今日もごちそうさまでした。